こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は筋トレが台無しになる NG 行動3選という形でお送りさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日は筋トレが台無しになる NG 行動3選というお話なんですけれども、せっかく筋トレを頑張ったのに、そのトレーニングの後にですねやってしまうと、せっかく頑張った筋トレの成果が、最大限発揮できない可能性があるという私なりに選んだ、3選になります。あくまでもトレーニングの目的としては、筋肥大ですね、筋肉を大きくしたいというところを重要視してトレーニング頑張られている方に向けてにはなるんですけれども、だからといってトレーニングの成果が、ゼロになったり全部なくなってしまうっていうことではないので、そのあたりはですねトレーニングの後に気をつけていただければっていう、感覚で聞いていただければなと思います。では早速ですね、トレーニングの後にやってはいけないと思う行動、一つ目が長時間食事を取らないということです。せっかく筋トレを行ったのに、筋トレっていうのは、エネルギーを使います。で、筋トレのエネルギーは、主に糖質を、使うんですけれども、筋肉の材料っていうのは、タンパク質ですよね。トレーニングでは筋肉を損傷して分解されていってるわけなんですけれども、そのタイミングで栄養を摂取しないと、せっかくトレーニングをして栄養が入ってこないっていう状況になると、筋肉をですねさらに分解して筋肉を修復しようという働きになるので、素早い栄養摂取っていうのが重要になってきます。特に栄養素としてはタンパク質と糖質になります。これは先ほども言った通り、筋肉の材料となるタンパク質で、筋トレで使った筋グリコーゲンと言われる、糖質なんですけれども、それを素早く、摂取いただくと、筋肉の回復にも、有効と言われてますので重要になってきます。特にですね、糖質なんですけれども、この摂取タイミングなんですけれども、筋トレ後はやはりね、血流が筋肉に流れていってる状態になるので、すぐに食べてしまうと筋肉にエネルギーがいってる状態なので、消化がうまく行われない、っていう状態になって、消化不良を起こす原因になります。トレーニングの、30分から1時間ぐらいで吸収の早いタンパク源と糖質をまず取っていただくと、プロテインであったり、アミノ酸飲料であったり、ゼリー状のですね糖質分であってもいいと思うんですけども、そういう消化に負担のかからない栄養素を、摂取していただいて、1時間以上、2時間ぐらい経ってから固形物の食事で、5大栄養素を中心に取っていただくっていうことをお勧めします。で、このトレーニング後の糖質の摂取量なんですけれども、国際スポーツ栄養学会っていうところが、推奨しているところで、筋グリコーゲンの回復にはトレーニングの30分以内に体重に対して 1g から 1.2g の糖質摂取をするといいというふうに推奨されていたり、1日の糖質摂取量に関しても国際オリンピック委員会っていうところのアスリートの糖質摂取量の目安っていうようなものもあるので、その1日の糖質の摂取量も参考にしていただければと思います。その他ですね、タンパク質と糖質っていうのは意識的に取られる方多いと思うんですけれども、その他ミネラル分、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、こういったミネラルも不足してしまうと、筋肉の収縮運動等にも関わってくる栄養素になりますので、食事の中でですねしっかり摂取していただくことをお勧めします。この栄養素が抜けてしまうと筋肉が痙攣したりとか筋肉がつったりっていう風なことにもつながりますので、食事では、海藻類とかですね、魚介類とかそういったものにも多く含まれてますので、意識して摂取していただくことをお勧めします。2つ目、過度のアルコール摂取になります。
私自身も、お酒が好きなので耳が痛い話なんですけれども、アルコールっていうのは、体には必要のない、栄養素とされています。アルコールを摂取するといち早く分解しないといけないというふうに代謝機能が働きます。その、代謝が働く主な臓器っていうのが、肝臓と、腎臓になってくるんですけれども、この肝臓と腎臓っていうのは糖質、脂質、タンパク質の栄養素の代謝にも非常に重要に関わってきます。先ほども言ったトレーニング後の栄養摂取で筋肉を回復したいところなんですけれども、アルコールを摂取してしまうことでその糖質、タンパク質の代謝合成がうまくされないという状況になってしまうので、やはりトレーニング後のお酒の飲み過ぎっていうのはお勧めできません。その他、コルチゾールというストレスを感じた時に、出るホルモンなんですけれども、これもですね、筋肉の分解等に大きく関わるホルモンと言われていまして、アルコールを摂取することでコルチゾールっていうホルモンが増えるとも言われてますので、こういった点と、あとはですね、よく耳にするテストステロンという男性ホルモンの、一種なんですけれども、これは、筋肉を、合成する、筋肉をつけていく上で、非常に重要なホルモンになるんですけれども、これも飲酒によってテストステロン値が、低下するっていうことも言われてますので、トレーニングの後は適量の飲酒に控えていただくっていうところが、筋肥大にとってはいいのかなと思います。ただし個人差があると思います。代謝機能等によっても違いますし、その方が何を優先するかっていうところでも違ってくると思いますので、そのあたりはですね、ここに考えながら摂取いただければと思います。アルコールの基準値って調べてみると、アルコール値 20g っていうふうに書かれています。大体日本酒では1合とかっていうぐらいであれば基準値と言われているので、そういったものも参考にしていただければと思います。で、3つ目、しっかり休養、睡眠を取らないということです。これは筋トレと栄養と休養、もうこのバランスは非常に大事です。筋肥大と睡眠の関係性というのも大きいと言われています。特に寝ている睡眠の時に、いろんなホルモンが分泌されて、筋肉を合成回復させていくわけなんですけれども、先ほどにも言いましたテストステロンですね、これがですね、睡眠時間に分泌されて、筋肉を合成されると言われてるんですけれども、せっかくね筋トレを頑張って睡眠が取れずにですね、休養できずにっていう形でいると、このテストステロンが低下すると言われてるので、この筋トレの後に限らず、やはりこの睡眠っていうのは筋肥大にとっては非常に重要になってくるかと思います。睡眠の目安時間は7時間から8時間程度と言われてますので、可能であればですね、それぐらい寝るっていうところにおいても、トレーニングと同じぐらいですね、重要視して睡眠をとっていただければと思います。で、今回は筋トレ後にやってはいけない NG 行動という形で3つご紹介させていただいたんですけれども、冒頭でもお伝えした通り、だからといってトレーニングの成果がなんか全くなくなるっていうことではなくてですね、せっかく筋トレを頑張った後に、行ってしまうと、その成果っていうのはちょっとね、軽減される可能性があるというところで、注意していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また、Bレジェンドの公式サイトでも、セールの情報、新商品のご案内を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。